はい、それでは、皆様お揃いになられたようですので、そろそろ開始させていただきたいと思います。こちらのセッションは、地域文化を生かして、観光をどうアップデートするかというテーマで、今回ですね、素敵な、私含めて4名で、話をさせていただきたいと思っております。はい、映画監督の川瀬直美さん、お祭りジャパンの山本さん、皆様お揃いになられたようですので、そろそろ開始させていただきたいと思います。こちらのセッションは、地域文化を生かはい、失礼しました。アレキサンダー・ブラッドショーさんの、合計4名でですね、実証していきたいと思います。今回の時間の中では、今までのインバウンドサミットとしては、かなり日本としてどのような戦略を描いていくかといったお話であったり、あとは観光の DX 化のお話などもいくつかありましたが、こちらのセッションではどちらかというとローカルというところに光を当てて、ローカルの地域文化というところ、そこにフォーカスを当てて、どうこう本質に迫っていくかであったり、あとはそれこそ観光というものがあるべき観光とはどういうものか、そういったことについて議論していく、そのような時間にできればと思っております。それではパネラーの皆さんにですね、お一人ずつ自己紹介をしていただきたいと思います。それではまず川瀬さん、お願いしてもよろしいでしょうか。はい、映画監督の川瀬直美です。よろしくお願いします。はい、こうして、オンライン上で日本全国にいらっしゃる、各地にいらっしゃる皆さんとこう日本のこと、そして世界のこと、今からのことを語り合えるのは本当に楽しみにしています。で、私自身は今現在奈良にいます。で、映画監督をしながら、SNS とかに書いてるんですけど、野菜を育てたりとかしているっていう、そういう、地域の皆さんとも、そういうコミュニティの中で生かされている喜びなんかもこう得ながら、なんかこう映画を撮るのはやっぱり東京だったりとかこう海外だったりとかするかもしれないんですけれども、また帰ってこれる場所みたいなのを大切にするために、最近10年ぐらい前からは奈良国際映画祭というのを立ち上げて、特にユース、新しい世代の子どもたちと一緒に、自分たちの街を誇りに思うということをテーマにして、活動をしています。どうぞ今日はよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。余談ですが、川瀬さん、さっきまで田植えされてたと伺っておりましてそんなことあるんだっていうぐらいなんですが、あともう一つ余談ですが、この前にですね、少しセッションというか、この4人でいろいろお話をさせていただいたんですが、もう考えてることが同じだと、こんなにも一緒なんだというのでですね、もう皆さんのうなずきが止まらない状態でしたので、ぜひ、今日の時間もですね、早くみんな本当に会いたいし、みんなの場所に行きたいし、そうして交流して、本当の文化観光って実際にみんなの場所に行き合って、そして高め合うということかなと思うので、どうぞよろしくお願いします。雨だったんですけど、すごい気持ちよかったですよ、田植え本当、川瀬さんから田植えって言葉が出てくるのが面白すぎるんですが、はい、では次に行きたいと思います。では、お祭りジャパンの山本さん、お願いいたします。はい、皆様こんにちは。全国のですね、お祭りの主催者のサポートをしている日本唯一の会社のお祭りジャパンの山本と言います。基本的にですね、主催者の方々、ボランティアで運営をされている方が非常に多いので、それがですね、人がなかったり物がなかったりお金がなかったり PR がなかなかできないという中で、祭りの今文化がですね、どんどん衰退をしています。祭りの文化が衰退してしまうと、地域の文化もそうですし、コミュニティも衰退してしまうし、経済活動にも深刻な影響が与えていくというところですね。そんなですね、主催者の方々を、人、物、金、PR の悩みをですね、オンライン、オフラインで解決するサポートサービスを行っている会社をしています。今日はですね、私、普段は祭りの界隈の人間なんですけども、もう少し幅を広げて地域文化全般で皆さんとお話しできることを楽しみにしてますので、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。もう勝負区がハッピーっていうのも体現されてますよねこの間はい、この間実際にお会いしてきたんですけど、お祭りジャパンのうちわもいただきましてもうなんというか、さすがもうお持ちなんですね
はい、というのでこうソフトの面のよく建物だけの話になりがちなことも多いんですけれども、そうではなくてこういうソフトの面も含めて今回の話にしたく、お祭りジャパンの山本さんにお越しいただいております。はい、それでは最後にアレックスさん、お願いしてもよろしいでしょうか。はい、皆様こんにちは、島津工業海外営業部のアレックスと申します。島津工業という会社で勤めていて、島津家別邸仙外苑というところで主に勤めています。仙外苑というのは2015年にですね、世界文化遺産として登録されて、まあ、海外からの方々は、たくさん見られています。通常は年間50万人ぐらいの観光客が訪れるところなんですけど、その 30% ぐらいは海外からいらっしゃるので、まあ、こういうなんていうかな、地域の伝統文化、特に武家の文化を海外に、なんていうかな、海外の方に紹介するきっかけはすごく多く与えられてますので、非常に嬉しいです。私もなんていうかな、日本の伝統文化をするために日本にやってきたので、仕事なのか趣味なのか全く分からないんですよ。両方ともブレンドしてますので、毎日は、まあ、楽しく仕事をさせていただいております。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。アレックスさんはご自身でもその次元流を実際に習われているとのことで、なんというかよくこうなんですかね、外から来た方々の海外の方の目線を入れるということをおっしゃる機会って多いと思うんですけれども、実際に日本文化を体現されてらっしゃる方っていうのは非常に少ないと思ってまして、そういうマーケティングの視点もありながら、その、まあ、文化の担い手というか継ぎ手としても、いらっしゃるというところもすごく素晴らしいところだと思いますので、そういう両方の視点をお持ちのアレックスさんにもお越しいただいております。それではですね、それぞれにですね、もっと多くの話をお聞きしていきたいんですけれども、まず今回地域文化というところがテーマになりますので、そもそも皆さんがなぜそんなにもこう地域にこう根ざされているのかというか、こう地域に関わられている理由といったところをお伺いできればと思うんですけれども、まず川瀬さんはもう映画の中にも奈良が出てくるぐらいこう奈良を愛されていると思うんですけれども、その愛ってこうどこから出てこられているのかというところからお願いしてもよろしいですか。なんかね、思い返せば、まあ、自分が映画を作るっていう時に自分にとってリアリティのあるもの、そういうものにフォーカスを当てないとそれは本物にはなれないっていうふうに思ったんですね。で、映画を撮るっていうことでは、まあ、もちろんお金もいるし人もいるし、つまりスタッフや、プロデューサーやっていうような人たちが奈良にはまあ、いないですよね、映画を作るっていう意味では。でそういう人たちを求めて自分がどこかへ行くというのではなくって、そういう人たちに来てもらうっていうような、そういうことができたらいいなっていうふうに思って映画は作り続けてきました。で、それがまあ一体どこに、まあ、なんていうか届くのかとか、そういうことを先に考えるよりは自分自身の足元をこう掘り下げるっていうか、で、そこをずっとずっと掘り下げていけば、結局のところ、まあ、振り返ってみればいろんな人たちが集まってきて、そしてつながっているっていうことが分かり、もっと言えば映画っていうものに特化して自分は創作をしてましたけど、いろんな分野の人と考えてることが同じだったりとか、ものの本質っていうのは分野が違っても結局行き着くところは一緒なのかなみたいなことを最近は感じていて、なのでその奈良への愛とかっていうよりは、実は自分にはそれしかないっていうような、うん、よそを知らないとか物を知らないっていうところだったのかもしれない。自分の周りの本当に半径何キロぐらいの感じのところら辺にフォーカスをするしかないというか、いろんなそのネガティブな要素がありますよね、そういうのって、あっちにも行けないこっちにも行けないって自分の心がネガになっていく。でも自分にはここしかない、ここで勝負しようみたいなことをやっていけば結果的にはどこかにつながるみたいな、なんかそういう、こう映画作り始めてからの30年だったかなと思いますね。うん。なんか、物を知らん子やったっていう。なるほど。いや、まさかの予想外のご回答だったんですけど、すごくこのリアリティとか本質というお話は、すごく今回のテーマの中でも重要だと思うので、また後ほど掘り下げさせていただきたいと思います。はい、では山本さんお願いしてもよろしいですか。はい、私の場合はですね、もう本当に原体験からなんですけども、
まあ、よくあるこう学生の時からずっと私実はバックパッカーを結構海外にやっていて、でまあ80日ぐらい行ってたんですけども、旅をする中でやっぱりその地域の文化に触れるってすごい素敵だなと思って、でやっぱりその旅人でも外の人をこう気軽に受け入れてくれる、それはやっぱりお祭りだったんですね。やっぱり私結構それでまあお祭りをこう目的に行くようになって、じゃあ日本のお祭りってどうなんだろうっていうのでこう目を向けて書いたんですよ。でそうすると、まあ、なんと日本にはお祭り全国30万件あるじゃないかと、1日800件もやってるじゃないかと、実は世界的に見て日本はお祭り大国という側面があることを知ったんですね。でそれがすごい衝撃で、まあ、そこからもうのめり込むようになって、でのめり込んでいくとやっぱりその祭りって地域の可能性と課題がまあ一緒になってるんですね。もう本当に表裏一体だなと思ってて、そこでやっぱり住む人々たちの、まあ、やっぱり思いだったりとか、まあ、どうしたいかっていうのも含めて、あこの人たちを何かこうサポートになりたいなというところですね。そこが自分の生きがいにつながっていったっていうところから、あのお祭りジャパンにつながっていくというのが最初自分の理由ですかね。はい、ありがとうございます。まあ、そのお祭りジャパンという名前であったり、こうお祭りをそこまで愛せるっていうところはもうよほど愛がないと難しいと思いますし、実は僕もですね、どちらかというとどこか一つの拠点、あ、ちょっと僕自己紹介してなかったなと思うんですけど、そうですね、忘れてました。文化庁の丸岡と申します。もともとはバリューマネジメントという文化財を活用して宿泊施設にするであったり、あとはまあそれこそこうお城を今回1泊100万円の宿泊体験を作るであったり、日本で初めてのことを、させていただいている、まあ、町づくりの会社になります。でそこで、私は活動させていただいてたんですけれども、まあ、文化庁さんの方からその文化と観光の間をつなぐ役割であったり、まあ、官と民の間をつないでほしいということで、今文化庁の中で文化観光推進コーディネーターという役割を果たしております。で、まあ、私自身は実は生まれがニューヨークで、ニューヨーク、ロサンゼルス、京都、西宮、モンド薬人からの横浜で小学3年生までだったんですね。なので、こう、なんというか、大切な場所みたいなものがある意味なくてですね、逆に言うと人のこう大切にしている地域に行くたびに、こう、勝手ながら自分のふるさとを感じるというか。ある意味こう愛着を覚えて、そこに何か力になりたいということで全国を駆け回るような生活をしております。なので、なんというかこうちょっと山本さんに近いのかなと思いまして、このタイミングで挟ませていただきました。ありがとうございます。はい、それではじゃあアレックスさん、お願いしてもよろしいですか。はい、まあ、私はちょっと鹿児島県民に絶対言わないことなんですけど、鹿児島やってきた理由はもう本当に偶然ですよ。選ばずにたどり着いちゃったっていうことなんですけど、小さい頃ちょっと母が、日本人の留学生の団体にアフタヌーンティーを提供したりするとか、まあ、イギリスの文化体験を提供したり、まあ、いわゆる邸宅とかそういうところに連れて行ったりするとか、そういうちょっと活動をやってきたんで、その影響を受けて、こういう人たちはどこから来たのか、この喋ってる言語は何なのか、紙風船とかそういうものをお土産としていただいて、こういう不思議なものはどうやってできているのかって、これどこから来たっていうような疑問はずっとあったんですけど、で大学生の頃に、まあ、なんていうかな、子連れ狼っていう映画が非常に夜遅く放送されてて、でその俳優さん、和歌山富三郎さんがもう剣を振り回したりするシーンは非常にかっこいいと思って、居合とか剣道の道場を探して入ったんですね、イギリスで。でやっぱり本場で本格的な稽古をしたいから、まあ、ジェットプログラムに申し込んで日本にやってきた。で偶然鹿児島にたどり着いて次元流に入門して、まあ、16年目になります今。まあ、そういうようなちょっとくだらないきっかけでものすごい深い文化のところに入ってきたっていうような、流れですね。で実際まあ、起承文を書いて結版するんですよ、次元流入門するときは。だからそこまで経験やってる日本人も非常に少ないと思いますので、なんていうかな、非常に表面的なところから深いところまで、まあ、なんとなく行っちゃったっていうような、ことですね。はい、あ
ありがとうございます。まさか子連れ狼がスタートだわったとはという、それでアレックスさんが味方になってくれるなら、やっぱ全国に、世界に広めるって大事だなと勝手に思ってます。はい、戻りまして、ではですね、ここが少しお伺いしたいのは、先ほどの地域文化の本質みたいなお話もあったと思うんですけど、じゃあ地域文化をこう観光のコンテンツとして使うことってどういうメリットがあるのかっていうところを、まずよかったらアレックスさん、山本さんで川瀬さんにちょっと振っていきたいなと思うんですけれども、それこそ今アレックスさんは鹿児島で本当にこうオーセンティックなというか本質的な体験を作ろうと実際に作られていたり、あとはこう大切なことマスではなくてどちらかというともっと丁寧に伝えていきたいであったり、こんなにも素敵なものがたくさんあるんだというのをよく発信していただいていると思うんですけれども、ぜひそのあたりからお話をお伺いしてもよろしいでしょうか。そうですね、これちょっと日常的な悩み事ですよね。特に古武道、20年間ぐらいちょっと古武道をやってきてるんですけど、古武道は秘密の世界なんですね。門外不出とか他の人に見せない、外に紹介しないっていうような世界なんですけど、それと観光のバランスをどういうふうに取り合えば、いいかっていうような課題をずっとちょっと悩んでるわけですね。で、海外来るから来る観光客は100% 日本の深い伝統文化に関心があるっていうわけじゃないので、そのコアな、ファン層、に対してアピールすることはすごく大事だというふうに個人的に考えているんですね。それでちょっと、マスツーリズム向けとか、なんていうかな、ショーグループ個人向けの観光コンテンツをちょっと分け合って、作るべきじゃないかなというふうに考えています。で、観光産業の問題の一つは、どちらかっていうと、マス向けの商品を作っちゃう傾向がありますので、まず何て言うかな、観光産業の方々は本格的な地域文化の何て言うかな、その芯っていうか、その本来の良さをしていただいてから商品化をちょっと考えるっていうことはすごく大事だと思います。ただ何分でいくらで埋めるかっていうような考え方じゃなくて、この本質的な価値はどこにあるのか、じゃあ、こういう体験にどういう層が関心があるのか、そしてどういうふうに紹介すればいいのかっていう、ちょっと商品を作らないといけないっていうふうに考えています。で、仙台では仙台にされようっていうカフェ的なスペースを作って、そこで抹茶体験みたいなものを主に台湾とか香港市場の方々に対して提供しています。それは自分で抹茶を立てて、お茶をいただいて、お菓子をいただいてお茶を飲むっていうような形になる。で、ワンランク上のプレミアム商品としては、なんていうかな、ちゃんとした茶室を使って茶の実際やってる方がいらっしゃって、説明しながら、例えば掛け軸の説明をしたりするとか、茶碗の説明をしながら、お客様と、一緒にお茶をするっていう形で、プレミアム商品としてはやっぱりなんていうかな、例えば表千家の家元さんの下でうちでされた方々をちょっと呼んで、本格的な、小間茶室にじり口があるやつちょっと履いて、もうザ茶の用するっていうような、3段階に分けた方がいいんじゃないかなというふうに考えてますね。非常に難しいことですけどね。ありがとうございます。ということで、ある意味、今までのコンテンツ、観光コンテンツというのは、それこそアトキンソンさんも途中で、この前の方の、セミナーというか、ウェビナーでもおっしゃっていましたけれども、ある意味、ちょっと上辺になってしまってるんだろうなと思っておりまして、そもそも今の地域文化自体をじゃあ楽しみきっていただけてないのかもしれないですね。そういった意味で今、アレックスさんは、段階に分けることが大切であるというようなお話をいただきました。このじゃあ、よりディープな体験をしていくことっていうのは、どれだけ観光客にとって面白い体験なんだろうなというのは、もう少しこのじゃあ本質に触れることが大切なのかどうかっていうところもぜひお伺いしていきたいと思うんですけど、先にじゃあよかったら山本さんに、その地域文化といったときに、お祭りってまさに、どちらかというと地域のためにやってくるものだと思っていまして、そこに観光客が入ってくることっていうのは、どう観光客にとってすごくなんていうプラスになるのかなというところ、ぜひお伺いしたいです。
そうですね、まず地域文化にとってなぜ観光をやらないといけないのかっていうところを多分大前提に整理をした方がいいかなと思うんですね。でそれがないままやってしまうと今みたいなこうちょっと上辺の話だったりとか、まあその指針がこう決めれないっていうのがあったりするの でそれをこう祭りの文脈でお話をすると、あくまで、祭りなどのやっぱり伝統文化を、まあ、保護して継承して健全な運営を支えるために観光という手段を使うのかなというふうに思っていますっていうのが1点で、もう2点が、私これ意外に大事だなっていうのと、今まであんまりこう世の中に言われてないことなんですけど、やっぱり自分たち地域の担い手の人たちが自分がやってきたことがやっぱりこう肯定的に認められる、で世の中に広まっていく、その承認要求ってすごい大事だなと思っていて、あんまりそこに実はこう日の目が当たらなかったりもするので、そうするとじゃあこの地域にとっても外の人にとっても、まあ、あのこの文化がかっこいいんだというのがすごい大事で、そうすると地域の中でも後継者の育成っていうところにもつながってくるのかなと思うんですね。というのが、まあ、すみません、まずちょっと前提にあった上で、で文化のより深いところの価値っていうのはあくまで私はあのなんていうんですかね、地域のコミュニティに入るためのきっかけ作りなのかなって結構思っていて、特にお祭りだと、まあ、こう、みこしをこう、みんなで担ぐ体験をするだったりとか、それ自体ってすごい面白いし、地域の人とやっぱりこう、交流ができるっていうのは、あの、なんていうんですかね、こう、金太郎飴的にならないような文化だったりすると思いますと。で、ただ、やっぱりポイントなのは、よくこう、みこしの担ぎ終わった後に、こう、直らいがあって、みんなでこう、おじさんとかとこう、飲み明かすんですよ。でその時におじさんにまた来年もやるから来いよみたいな感じでやっぱり声をかけられて、そしたらあ行きますみたいな、そうするとさっきのこう、まあ、廊下さんですけどやっぱりふるさと感が出てくるんですよね。でこうそこからこうリピーターが増えていく、そしてまあ今で言うと関係人口につながっていく、そこのきっかけとしてより深い体験から中に入っていくためのパスポートとしての手段として地域文化の、まあ、観光活用っていうのをしていっても面白いんじゃないのかなというふうには思います。ありがとうございます。中に入っていくためのパスポートっていうのは非常にこう分かりやすいですし、非常に私もこう実感として持っております。はい、よければじゃあ川瀬さん、今までのお話踏まえてお話ししたいことというか思われていることをぜひシェアいただければと思います。なんかまずアレックスは魂が日本人なんじゃないかなって思ってるそれと、まあ、小ぶどうとかそういうことに、まあ、お母様がこう、ね、あのイギリスのこうお茶を日本人の観光客にあのなんか、ね、分け与えるというか、そういう時間を空間を一緒にしていても、そこにいる子どものアレックスはなんかこう不思議と思いながらも、もしそこに深く入っていくとしたら一体何だったのかはきっと言葉にはできなかったりとか、あのきっと目には見えないようなものにすごくこう惹かれてしまったっていうのが正直なところなんじゃないかなと思うんですね。で私たちってやっぱりこう、どの国の人たちも言語も違うし、日本人であったとしても人が違えばやっぱり説明をするために言葉を吐かなきゃいけない、言霊を出してコミュニケーションをして、そしてそれを説明していくっていうことなんだけど、実は観光って体験ですよね。あの観光パンフレットとかそういうことのところには文字が書かれていて、こんなことがっていうふうに写真が載ってたりとかするけど、実は行った時にそこにどんな空気が存在しているのかとか、でその人たちがあの日々どういう暮らしをしているのかとか、そういうところからこの文化が生まれてきたのかとかっていうようなことは、自分たちがその本当はね、感じるもんなんだよね。うん、でその感じるものをそのマス向けとか そういうところに広く伝えようとすれば、表面的にならざるを得ないというか、どうしても伝わらない部分はあると思う。でも日本って特に例えば見えないもので言うと秘仏とか、寺社仏閣の中に、秘仏っていうのはそこに従事されている僧侶でも見たことのないような仏像がその本堂の中にあったりする。
で最近ではその秘仏公開とかって言ってそれを一般の人たちにも見せるっていうようなことの中で観光に来てもらいたいっていうような戦略はあると思うんだけど、実はね見えないことがとても大切なんですよね、うん、で見えないということは見たいもしくは感じたいという欲求に人というのは本来なるもの、うん、でなんか私この数日前に天川弁財天さんという芸能の神様で、まあその奈良の少し南の方の奥に鎮座される、神社なんですけれども、弁財天、弁天さんですよね。で芸能の神様、水の神様、女性っていう、まあ、それが、神様なんですけど、そこの宮司さんがお話しされている中で、人っていうのは、まあ、文字っていうものは中国から伝わってきて、それを介して、私たち日本人で言えばコミュニケーションを取ってますけど、本来言霊だったよねって、うん、例えば驚きがあーだったりとか、うん、なんか痛みがうーだったりとか、なんかそういう言霊の中から音楽が始まり、そしてそういったものが神への奉納演舞になったり、うん、なんかそういうものって芸能なんですよね。で私が従事しているアーティスト、ものづくり、そして、それが、絵画であったり、もしかしたら映画っていうのは本当に新しい分野なんだけども、そういったものって最初の最初は、うん、人と人がコミュニケーションをするための一つのツールだったかもしれないなっていうのと、神様っていうものをこういるかいらっしゃらないかわからないけれども、そこの見えないものとつながり合うことで何か大いなるもの、その人間ではない何か大いなるものとつながっている。でもこういうものってストーリーが必要ですよね、うん、だから日本にも世界にも神話みたいなものがあって、神話から紐解かれるそのお祭りだったり登場人物だったりもするかもしれないし、そういったものにこうやっぱり冒険心を持って訪れていただく方をそこに呼び寄せるには、私ストーリーが必要やなっていうふうに感じていました。でそういう少しハイレベルなっていうのも変なんですけど、見えないってことは、うん、ちょっとレベルが上がると思うんですけど、そういうものを感じる人たちは実はこういった文化の価値を分かっていらっしゃる、トップ芸能界にいらっしゃる人っていうか、アーティスト、トップアーティストだったりとかすると、そういった人をオピニオンリーダーにしてまずは体験してもらって、その人たちがなんかこうその言葉を聞いてやっぱりあそこには行ってみたいとか、秘境に行ってみたい、秘仏にそこに触れたいみたいな、なんかそういう一個なんかストーリー性、戦略が必要なんだろうなってちょっと聞いてて思いました。非常に面白いです。なんというかこう先ほどのアレックスさんの話でもこう、まあ、取得されているものであったりとか、ある意味見えないものっていうものがやっぱり地域の本質の中にはある、いや感じるものであると。ただ感じるものということは感じないと、あていうかその要は分かりやすくはないので、ここと、一般のというかその日常を暮らしている人との間にはやっぱりストーリーのようなつなぎ手が必要であるということなのかなというふうに思いました。今の部分についてちょっと、はい、山本さんがめちゃうなずいていただいていたので、よければちょっとお話しいただければと思います。いやもううなずきしかないですねやっぱりそのストーリーのこうやっぱり立て方、編み方ってすごい大事だなと思ってて、これは特に地域側の人の課題にもつながるんですけど、自分が言いたいことを全部言ってしまってもその人が興味あるかどうかはまた別の話なので、そこのこうなんていうんですかね、伝えたい人に届けるやっぱりそのちょっと通訳というか、そこの編集をしていただける方っていうのは非常に大事だなと思いました。やっぱり文化系の方ってアカデミックな方が非常に多いので、やっぱりそのなんていうんですかね、0から100まで全部言っても多分そんなに響かないっていう方も結構おられたりするので、そこをどううまく編集するかっていうのが大事だなというのを聞いて思いました。うん、あとね、なんか多分ね、地域にねそういう人いると思うね。なんか話のうまいおじちゃんとかおばちゃんとか、なんかそういう人スカウトして、むしろその地元の人が観光に来られた方たちにこう話をすると、地元の人たちのそのなんか
こう上がってくるっていうか、で行く人もなんかこう、はい行きますよこっちとかって、そうじゃなくて、私たちの町にはね、村にはねとかって話してもらう方がすごいスペシャル感があるような、ちょっと思いつきなんですけど。でもそれは本当に思いますね。やっぱり名物おじさんじゃないですけど、やっぱりなんか量じゃなくて、その人が好きだからやっぱり話を聞きに行きたいだったりとか、そのストーリーテラーっていう方がやっぱり地元にあるべきだとは思いますね。精霊のような方っていらっしゃいますよね。精霊というか、なんていうか、何か気づいている方というか、なんていうか、まさに先ほどの山本さんの話の中で、こうお祭りに行くときに、ある意味きっかけというか、まあ、パスポートとしての意味っていうところと、まあ、それがもしかしたら、なんていうんですかね、こう、中の本質を知る人との出会いを作るきっかけになって、その人とのコミュニケーションの中で、なんていうか見えないんだけれども、感覚値として分かっていけるようになれる、そういう顔の見える関係というのも合わせて必要なんだろうなと。なんていうか、そういう役割だから、ガイドの人がいきなりやってきて、東京で普段やってる方が来て、まあ、本当にバスツアーのようにやっていくだけではない、形で伝えられるストーリーというのがあるんだろうなというのを思いました、はい、よかったらアレックスさんも今のお話、多分ご関心強いところかなと思いますので、よろしければどうぞ。やっぱりそのなんていうかな、熟成された、なんていうかな、観光市場では心理的な欲求を満たすことはすごく大事になっていくことを見えてるんですよ最近。トランスフォーメーショナルトラベルとか言ったりしますね。やっぱりどっかに行って何かを感じるっていうことはすごく大事になっていくわけなんですけど、でも感じさせるためには理解が必要なんですよね。で、私がちょっと見てきた日本の観光産業の中では、その説明の分は非常に良くないんですよ正直言えば。どういうふうに説明すればいいのかって分からないか、その何て言うかな、選んでる言葉が良くない、心に響かない、あと英語であれば、まあ、英語を選択してるから、どちらかっていうと歴史的なファクトを説明して、心に響く、感情させる言葉を選んでないというような、ことが最近すごく見えてきてるので、そこはやっぱりどうにかしないといけないですね。で、その観光産業の方は本当にどこまで理解しているのかっていうのはちょっと疑いますよね。伝統文化やってるのかっていうのはすごい大きな疑問がある。自分は何をやってるのか、それをサポートするためには。この20年間私は、宴会に参加せず稽古に行くとか、家族の行事行かず稽古に行く、冬でも夏でも稽古に行ったりするとかしますね。で、これは自分のためにやってるんですね。観光のためじゃなくて、自分が好きだからこそ行ってるんだけど、でもそれ修行したからこそこういう意見持てるわけですよね。ただなんていうかな、この1時間埋めて5000円取りたいっていうような観光産業の人たちから、文化体験作ってくれって言われたら、私はちょっと不満すごく感じるんですね。なので文化を継承してる人たちがメリットを取らないといけないんですよね。自分たち の継続している文化、ほとんど自腹ですよ、払っている人たちが。政府からのサポートも少ないし、自分のお金で払って文化やっているわけですから、金稼ぎましょうということを、前にそういう人たちのニーズを十分理解すべきじゃないかなというふうに考えています。なんかあれだよね、そのすごくアレックスイギリスからやってきて、こんなに日本の文化を理解っていうか好きだから理解して、でも日本の観光産業の方たちのその振る舞いがとても不満っていうってことは、それが気づきに今なっているわけで、もしこれを聞いていらっしゃる日本全国の観光産業などに関わっている人がいれば、これは本当に貴重な意見であって、例えばそれってどういうふうにすればそうじゃないというか、分かりやすいんだよね、数字って、お金って分かりやすい、数えられるし、だけどその人々の心の中にこう刻まれていくものって、そこに対価としては実はあんまりこう変えられない、でもさっき山本さんが言ったみたいに、お祭りが継続されなきゃいけない、継続されるためにその観光というものを手段に使うっていうのは、ここに間にいる人の
本当に振る舞い次第なんじゃないかなって思いますよね。でその間にいる人というか盛り上げようとする人たちが数字のことをまず最初に見るのではなくて、自分たちがその地域に入り込んで地元のおじちゃんやおばちゃんでそこに暮らしている人たちとできるだけ友達になる。で自分もそういうふうに友達になれた時に、なんか感動を受けたものを人々に広めたいっていう、そういう人が、そういう資質をまずはもしかしたら観光産業の人たちは学ばなきゃいけないんじゃないかな、人間力的なことを。ちゃんと心で。アッキンソンさんがおっしゃる通りですよ。そのなんていうかな、ロングセラーを作るためには時間かけないといけないんですよ、うん、で高単価を取るためには時間をかけていい商品作らないと、そういうことはできないんですね。で伝統文化の継続者もなんていうかな、金が必要って分かってますよ。金はかかるから、だからもう金の話は汚いしたくないっていうわけじゃなくてお金が必要なんですけど、ただそのなんていうかな、1時間ぐらいでなんていうか忘れられるような体験を作って、じゃあ次は予定に何入れようかっていうような、ちょっとまあ使い捨てっていうような、扱いは非常に良くないというふうに考えてますので、もう少しちょっと深いものを作って、ロングセラーを作って、それで高単価を取って少人数に対して、まあ適切なマーケットに対して販売することが一番いいんじゃないかなって。私思った、100年続く観光コンテンツ作ろうだね。その通りですね、はい、でも100年続くものを作るためには10年かけないといけないんじゃないかなと思うんですよね。おお、なるほど、面白い。山本さんぜひコメントを。すごいまとまっちゃって、なんかいつ入ろうかなって思ってたんですけどいやでも本当にこれはちょっと耳が痛いのかもしれないですけど、聞いてる方がですね、やっぱりその地域文化に対してのやっぱりその量を追い求めてきたっていう、そのアプローチ自体がやっぱり私は間違いだなと思っているので、だからこそまあお二方が言ったみたいに、そのやっぱり少し浅いかったりとか、単なるその消費されるコンテンツとして扱われてきていた。だから例えばこの課題として言うのは、何かこう演舞をしてパフォーマンスをしてもものすごい体験料とか参加費が安かったりするんですよね。1000円とか2000円ぐらいで終わっちゃってるんです。だそもそもそのプライシングって本当に合ってるのだったりとか、その価値っていうのを、作ってる方もそうですし、見てる方もあんまりこう皆さんのこうなんていうんですかね、意識を高めていこうみたいなのが今までない中でずっとやってるので、やっぱり良くない、これは僕は悪だと完全に僕も思います。なので100年なのか、まあ、30年なのかわからないですけど、その地元の人に合ったニーズを汲み取ったそのコンテンツを作るっていうのがやっぱりもう生き残る唯一の術なんじゃないかなと思いますね、はい、なんていうか、はい、素晴らしい話が続いてるんですが、その文化の担い手側の今ってどっちかというと観光者側が、観光事業者側がどうこう歩み寄って深く学ぶかという話もあったと思うんですけど、逆にこう文化側ももう少しこうどう寄っていけばいいのかが分からないっていうところもあると思うんですね。こう結構一緒によくよく話してみると実は考えてることが一緒なのに、でもそういう話す機会がないから、あいつらは金儲けしたいだけだとかですれ違ってしまっていたり、逆にもっともっとそのなんですかね、価値をストーリーにしていく編集に協力をしてくれたらいいのに、でもなかなかそうではなくて、こう、まあ、取得するものというので隠れてしまっているようなところもあると思っています。ただこのコロナでさらにこうなんていうんですかね、継続性が危ぶまれる中で、じゃあもういいかとなってしまうところがかなり多いのではないかという危機感を持っていまして、こうぜひ皆さんにお聞きしたいのは、こうどうやったらこの文化の担い手たち、いわゆる本質を司っている、それはもしかしたら地域の住民かもしれないし、学者さんかもしれないし、実際にこう伝統芸能の担い手、もしくはこの文化財のオーナーさんであったり、そういった方々をこう巻き込んでいくために、どう何をすればいいかというのをご意見いただければいいなと思うんですが、もしくはこう彼らがどう動くべきなのか。これ おっしゃる通りですけど、僕は観光産業完全にバッシングされてるわけじゃないんですよ。文化の継承者も自分の考え方も変えないといけないんですよね、やっぱり。外からたくさん人がやっとなんかドーンと来て、自分が大事にされてる文化をすごい表面的に見て変えて、私たちにとってメリットがないっていうような考え方がすごく多いと思うんですけど、
やっぱりそのなんていうかな、日本の文化を世界に共有するとかそういうような観点で、自分のなんていうかな文化を外から評価されてるとかそういうような説明をして、やっぱり長いスパンで人間関係を作って、少しずつそういうベースを作る必要があると思うんですね。以前熊本で、2つの古武道体験やったんですけど、1つは江戸時代から続く薙刀の流派、3000円でした。あ、3000円でいいわって言われるんですよね、その先生に。でもう1つはちょっとまあなんていうかな、偽物っていうか剣を振り回す作られたものなんですけど、それは1万5000円ぐらいするわけですね。なので、偽物を優先して本物の文化を安売りするっていうような傾向になっちゃってるの で、それはなぜなら自分たちは文化を継続するためにやってる、金を稼ぐためにやってないっていうことを考えてるわけですね。でもそういう相場になっちゃうと旅行会社はどちらかっていうと偽物の文化に行っちゃうんで、なので、その文化の継承者は自分たちがやってることの価値が理解すべきっていうふうにも、考えております。なるほど、ありがとうございます。ぜひじゃあそのまま山本さんお願いしてもいいですか。はい、そうですね、やっぱりもともとこれこの10年ぐらいの話だと思うんですけど、やっぱり文化っていうのはもともと保存されるべきものというので、国ももちろんそうですし地域側も来てたんですよね。それがやっぱりこう観光活用していこうって急に言われてしまったところ、もう180度考え方がそもそも違うので、今まで触っちゃダメよというのは触っていいんだ、それは祭りもそうですけど、やっぱりそこに対して今の地域側の話をすると、やっぱりこうキャッチアップができてないようなこう環境のまま流れができちゃってるっていうのがすごい私は良くないなと思っていますと。で、その旅行会社さんだったりとか他のところもそうなんですけど、やっぱり繰り返しにはなりますけど、その地域に寄り添った専門家があまりに少ないのかなというのは思います。そこが地域にまだまだ足りないから、例えばさっき、アレックさんがお話ししていた、その商品のランクみたいなのもすごい競争的になっちゃったりとか、あとはその配管料とかプライシングの話が適切な料金ができてるのかとか、あとは、もっと言うとそもそもこの商品を誰に売りたいんだというそのターゲットも結構バクッとしちゃってたりするので、もう本当にこうインスタとかにこう載せるような一部の切り取りのためだけの作業になっちゃってる場合もよくあったりするので、そのターゲティングもしっかりできてなかったりするので、その全体設計とあと誰がそれを動かしていくのか、これが結局地域の文化の方は祭りもそうですけど、やっぱりそのボランティアでやってる方が非常に多いので、そこまでいや俺らやらないよと、もうそれ観光協会に任せてくれ、でも観光協会もいやそんなやったことないよという形でこうそこの責任を取る人、現場でいる方がいないのがやっぱ非常に問題だなというふうには思います。こういう方を作るのはやっぱりその5年10年っていうやっぱりスパンはかかっていくのかなと思いますね。やっぱり信頼関係作っていく必要もありますもんね。なんかそれこそ私がこうなんていうか佐賀の方に行ってみたときに、やっぱりこうそのなんていうか例えば陶芸の作り手の方とお話をしてみると、別に私たちは金持ちのために働きたいんじゃないんだと、例えば高単価みたいな話になった瞬間にそういうご反応をいただくんですけど、よくよくちゃんと話をすると本当の意味で文化を理解してくれる人や、こういう活動例えばちゃんと地元の土を使って地元の伝統の技術を生かしながら、今の人たちに喜んでもらえるものにしていく、そのプロセスを含めて認めてくれる人が喜んで払いたいというんだったら、それはすごく嬉しいことだっていう風になるんですよね。なのでこう実はそこの信頼関係を作れるかどうかっていうのはすごく大事ですし、ただとはいえそのローカルだけで収まっていてもどうしてもこうなんというか限界があるというのは今までの特にコロナを経てより起きてしまっていることだと思うので、どうほどほどにこう外に開きながら、でもそこに入ってくる人たちとの関係性もうまくデザインしていくというか、ストーリーを作るのか、こうつなぎ手がいて顔の見える環境を作っていくのか、ここの間に立つ人の重要性というのが上がってきているというのは本当におっしゃる通りかと思います。はい、よければ川瀬さん、今までの話を踏まえて、なんというか全然違う話でもいいですが、川瀬さんは感じられていることが面白いので、この地元の人たちがもう変わっていかなきゃいけないとか、その文化の人たち、その地域文化に従事されている人たちも変わっていかなきゃいけない、何だろうって最初質問やってずっと考えてたんけど、
私が今までの経験の中で地域地方で映画を撮るときにやっぱみんな怖いねんね。怖いんですよ。よそから来た人が何されるか分からへんですよ。でいきなり例えば私らやったら若い子がこんな山の中に若い子が入ってきて一体何すんのみたいな。最初私たち本当にオウム真理教に間違えられたんですよ。ほんで、まあ、逃げてはった時やからね、オウムの人が。それでなんか全員の住所とか聞かれて、いや映画撮りに来てるって言うねんけど、なんか知らんけどみんな住み着いてるし、これは変な宗教、オウム真理教の人たちなんじゃないか疑惑があったんですけど、つまりね怖いと。で怖いからそれやったら映画の人にはみんな帽子かぶってもらおう、地元に帽子屋さんがあるからそこで帽子かぶってもらって、そこに映画のタイトルを書いて、でそれをかぶろう。でも私が言ったのはね、うちのスタッフたちみんな東京とかの若い子やったらすれ違った人と挨拶する文化がないのよ。でも田舎はみんな顔知ってるからもちろん挨拶するし、ようどうやみたいな感じ、昨日おきにっていう、なんかそういう会話が、だからすれ違ったらとにかく挨拶しようって、うん、なんかそういうことなんですよ。なんでとにかく怖い人たちにその扉を、その硬い扉を開くには信頼って言いましたけど、実は私萌の朱雀の現場で今萌桜祭りっていうのを5回やったんですよ。5年前からやったんですよ。でも萌の朱雀って1997年に作ってるんですよ。もう25年ほど前に作ってるんですよ。でも5年前ぐらいからしかその萌桜祭りって何してるかっていうと、この村がどん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 過疎になっていって、もう村がなくなっちゃうっていう危機感があって、でここにちゃんと人が帰ってきてもらいたいと思ったから、そこで桜の咲く時期にみんな集まって映画を通してみんな知ってくれてるこの村を知ってもらう、もっと来てもらってって思ったら来ていらんっていうね。で知らん人が入ってくるのは嫌やみたいな感じなんですよ、うん、で私自身が開いてちゃんと私の映画のファンの人たち連れてきますから。でも川瀬さんはこの村で生まれてないよねってことなんですよ、うん、自分で言うのもなんですが、川瀬さん世界的映画監督で、でカンヌで賞を取った映画がここでやってるんだけど、でもそれでも全然ダメ。でも彼らにとってはその価値はほとんどないんです。で何が一番大事かっていうと、この村出身の人が間に入ることが大事なんです。もう都会に出てしまったけれどもこの村を守り続けたいという人を間に立っていただく。でそうするとね、スーッとこう扉が開いて、そして第1回目開催することができた。とにかくこの山を歩いてハイキングする、そして桜を見る、で最後にお餅つきをする、みんなで、でついたお餅を分けてみんなで食べる。なんかねこれをね1回目やれた時に、2回目からはその地域のお寺を開放してくれたんですよ。お寺開放するってどれだけ心開いてるのっていう感じなんですね。でそれはなぜかというと、1回目に来た人たちがとても礼儀正しい人たちだったから。つまりね、地元の人たちも一体これから何が始まるのかっていうことを本当に噛み砕いて、アレクさんが言うには10年かかるって言うけど、例えばその間に入る人が地元の人っていう風にして、誰かがその観光産業の人たちがそこを自分だけで、自分たちがグッとこうブルドーザーで行くみたいな感じじゃなくて、ちょっと耕しながらその第1回目をやってみるっていうようなことがとても大切で、で1回目をやるっていう時のその姿勢がとても大切で、でそうするとお互い何か歩み寄るっていうことができるんじゃないかなっていうふうには思いました。そしてね、もう一つ、その地元の人が一体何を、観光の人たちはお金儲けかもしれないけど、でも地域を活性化させるっていうのは一体何のためなんだろうって思うと、それはお金なのか人が来ることなのか。私はね、地域の人たちにとっての喜びは外から来た人たちが喜んでる姿を見ることなんじゃないかなと思うのね。で、そのおっちゃんやおばちゃんたちの役割がそこで、その笑顔が、その笑顔を作り出したのはこのおっちゃんらの
なんていうか、うん、俺らがこの映画を作ってんねんっていうふうに思える、な何かなんじゃないかなってちょっと思いました。山本さん、ぜひいやもう、はい、すごいすごいですね。なんかもう本当に全部言いたいことを体験してもらったっていうところじゃないですか。カメラ越しでも伝わってきますもん、山本さんがこうめちゃめちゃ共感して。もうそうなんです。いやでも本当におっしゃる通りで、あの地域のお祭りも、まあ、私みたいなその外物若者バカ者がどうやったら入れるのっていうと、神社仏閣のやっぱり伝統的な神事と入れないんですよね。でも入れる唯一の条件は地域の中の人がパッションを持っていて何かを変えたいと思っている時なんですよ。そこには我々が入ってサポートをしますなんですよ。だから俺もその求められてもないのに行くっていうのはまずないんですよ。それは絶対失敗してしまうから、あのもうお金も稼働も全部あのもう無駄になってしまうというのは分かっているので、やっぱりそういう人をどう、見つけられるか。でそれ見つけるって言っても、うん、その人たちが、まあ、こう SNS でまあ発信もしてたりもするんですけど、そういう人たちだけじゃないので、特にまあ中高年高齢者の場合とかですね、やっぱりそこはもう汗をかいてこう、まあ、回ってそういう人たちを見つけるしかないし、その人たちがいますかっていうのをまず最初に聞いて、そこから文化観光が作れるかどうかっていうところだとは思います。ここについてはすごい同意をしますね、はい、うんうん、ありがとうございます。実はもうあっという間にあと残り時間が10分を切っておりましてもうなんというかこの楽しい時間がもう終わってしまうのかというのがあの残念でしょうがない気持ちなんですけれども、よろしければですね、あのお一人ずつ思いといいますか、改めてのところで今聞いていただいている方々というのは、いわゆる観光事業者の方もいれば自治体の方もいらっしゃいます。でそれこそ地域の文化の担い手の方、あとは実際にこう、まあ、学者として研究していただいているような方もいらっしゃいまして、そういう方々に対してぜひあのお伝えしたいメッセージというところをですね、あのそれぞれからいただいて、最後私がまとめて本当に残念ですが締めようと思います。また機会作らせていただきたいと思いますが、はい、ではよろしければ、じゃあ山本さんからお願いしてもよろしいですか。はい、そうですね、まあ、一言申し上げをすると、もう今のこう総括になってしまうんですけども、やっぱり文化観光に手を出すっていうのはやっぱり 一長一短というか、まあ、その短い作業ではないっていうのがまずあって、何を求めてられるかというのを、まあ徹底的に、まあ、地域に寄り添ってその間に立つ地域側の間に立つ人を見つけられるか、その人と一緒に外の人がどう作れるかっていうところのプロセスが非常に大事だなと思っているのと、あとこれ私の個人的な思いなんですけど、地域文化だけで数十万円みたいな多分コンテンツって難しいと思うんですよね。ここにはあくまで文化が中心にあって、そこに食だったりとか、あとは地域の他のこうコンテンツを組み合わせる掛け算でこう、1泊2日ではなくてもう少し長期滞在をしてもらう、それによってお金をいただくっていうような、その地域文化で高付加価値の数万円数十万円を狙っていこうみたいな、その無理な目標設定っていうのはやめた方がいいかな。その地域側が追いつけなくなってしまうので、なのでその適正な目標を設定することと、それのコンテンツを地域側と作る、で量を求めにいかないっていうところを抑えた上で地域文化観光を長い目で作っていきたいと思いますので、皆さんどうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。もうこのコメントからさらに盛り上がってしまいそうなので、そのままアレクさんにあのぜひあの締めのお言葉いただきたいと思います。わかりました。まあ伝統文化を観光にするとやっぱり時間をかけてやった方がいいかなというふうに考えています。新発売メンタリティをちょっとやめて、あの1年商品とかそういうものをちょっと、作らずに、あのロングセラーをできるだけ作る、自分で体感することはすごく大事ですね。あのどういう心理的な効果があるのかとか、そういうところがあの自分でやってみないと分からないというところがありますので、あの1回だけではなく数回やって、あのそのメリットをちょっと感じるというのはすごく大事、意味がある体験を作るべきだと思うんですね。それは観光客にとって意味がある、そして文化の継続者にとって意味があるという、ところなので、なぜかこういうことをやってるのかって分からないことはすごく良くないと思う。
あのインスタのためにパシャっていうのはちょっとあの表面的だっていうふうに考えてます。そしてまあ、あのその伝統文化の良さを伝えるためにやっぱりあの案内する人が必要ですね。で川瀬さんがおっしゃった通りですね、地元の人が一番、いいですね。その、 あの伝統文化実際やってる方、関わってる方が、一番適切なんですけど、インバウンド市場にとってはやっぱりそういうことはあのなかなかできないケースは多いかと思いますので、あの通訳内視とかそういう方々の、まあ、人材育成とかそういうプログラムが非常に大事だというふうに考えています。で最後にあの自分の持ってるあの宝っていうかを安売りしないっていうことは非常に強く言いたいんですね。あのなんていうかな、ここまで独特なあの文化ある国は少ないわけですよ。あの本当にあのラクシュリーブランドの商品と同じような、扱いで使った方がいいというふうに個人的に考えてますので、あのコアのファンをターゲットして少しずつそのベースを作って、伝統文化を広げましょうっていうようなことですね。はい、ありがとうございます。それでは川瀬さん、お願いしてもよろしいでしょうか。はい、文化って、まあ、伝統っていうのだとすごく長い歴史とかもあると思うんですけど、文化っていうのは私は生活に根ざしているものだと思っています。うん、で、なんかそれを観光にするってことは、少しやっぱり最初から違和感があるわけですよね。日常になんか知らん人がやってくるっていうことは簡単に言えば違和感があるけれど、その違和感を超えていくことで、あの今まで自分たちになかった価値観が作られる。これはとてもワクワクすることだったりドキドキすることだったりとかしていて、でそういうものをこう超えていく人っていうのは、その違和感のあるものをつなぐ人なので、これは特別なスキルが必要だと私は思っています。うん、でこのスキルを持っている人が少なすぎる今で、こうすればいいっていうことはみんな分かってるんだけども、例えば山本さんが何人もいないから今アレックスがいっぱいいないからだから山本さんをめっちゃ作らなあかんと思うし、アレックスを作らなあかんというか、なのでそういったやっぱりものに特化した、もしかしたら学校っていうものが必要かもしれないし、学校まで行けなければワークショップなり、そういった経験を成功させてる人からの学びみたいな場がどんどん増えていくことが絶対的に必要。しかもそれは若い人に対してやっていく。これもう本当大学生とかそういうところで、あの学んでいただく方をどんどんこう募集するというか、でその人はあのたくさんお金のもらえる企業とか、自分が成功するっていうことが人生の目標だったりとかすると少し違うかもしれないけど、人生の成功っていうのは自分自身の役割を、本当にその価値を自分自らが認めるところにあると私は思っている。なのでその人たちのこれからの人生が、本当に今失われつつある日本の文化というものをよみがえらせる、そういう役割があると思うと、こんなに素晴らしいことはないから、それをまずは本当に関係の各社の人たちが、そういう人材をこうどんどん育成してほしいなっていうふうに思いますし、それからかつてのその文化観光というか観光地が今変わる時期かもしれません。これはもしかしたら奈良も言えるかもわかんないですけど、修学旅行だけをこう目的にして行われているようなその観光地が今こそ変わんなきゃいけない。そこにある本当の文化を紐解いてストーリーを作り上げて、そしてそこに向かって変化していくは、本当に今なんていうか変換期なんじゃないかなというふうに思います。新婚旅行のメッカとかそういうふうだったところが、もうその時のまんま残っているところが新たな価値を
もう一度再発見するっていうのが大事だと思っています。はい、ありがとうございます。それぞれからもう熱量のある、もう本当にこう素晴らしい、お時間を作らせていただきました。ありがとうございました。改めてまとめますと、まあ、今回のお話、いろんな、示唆に富むような内容だったと思うんですけれども、ある意味、地域文化の本質というものは、ある意味見えないものであり、感じるものであると。で、その感じるためには、やっぱり時間がかかるし、オーセンティックなものは、安易なインスタントなものにはしきれないと。だからこそ、じくとそこを自ら感じて、で、それをうまくストーリーに変えていくような人材が必要であると。で、この人材は本当に少ないですし、今はまだまだ足りていないと。で、これを増やすために、僕自身は追加で言うと、まずはこういう人たちがつながることだと思っていまして、こういうことが大事だというのを一人が言っていても、やっぱりメッセージは足りない。だからこそ文化庁がわざわざなぜここに登壇してるかというのを最後に言うと、まさにこういう仲間たちを集めて本当にこう文化を継承していく、それも別に当たり前のことじゃないと思ってまして、それがこう未来にあることによって多くの人が笑顔になるとか豊かさが作られていくために文化を継承していきたい、そう思って、いろんな例えばビジネスに転換したりストーリーに転換してくれる人、地域とローカルと向き合ってくれる人、そういう方々がちゃんと連携していくことが必要である。そのためにある意味文化庁もその一人として、別に偉そうに上に立ってやるとかではなくて、その一員として立っていきたいというのがすごく思いとしてあるので、このような場を作らせていただいておりました。はい。なんかすごくこう100年を続くようなコンテンツを作ろうであったり、あとはまあそれこそ中に入るためのパスポートといったですね、本当にこう、ある意味こう、本質を捉えたようなキーワードたくさんあったと思いますので、ぜひ皆さんまたこれもアーカイブになる予定ですので、再度ご覧いただければと思います。引き続きですね、こういった情報発信も文化庁としてもしていきますし、ぜひそれぞれの活動というところを SNS でも発信しておりますので、ぜひフォローなどしていただいて、引き続き共に歩んでいただければと思います。改めまして、本日は貴重なお時間をいただきましてありがとうございました。